たった今ウクライナの出国手続きを終えまして、この橋の先がルーマニアです。ローマニアと言っちゃうけど、こんな感じ。さあさあ、どこを通ったらいいんだ。みんなここ通ってないけど、これは車に引かれてないように通ろう。いやいやいや、やっぱり無理、引き返そう。こんなばっかですよ。よいしょっと、 OK。出国はですね、思いのほか何もなく、楽器も、指摘されることなく通ることができました。写真撮るなってさっき言われたんですけど、ここは撮ってもいいよね。ダメかな。国境越えの瞬間を撮りたいんだけど、ダメかしら。川があるね。まあ橋だから当たり前だけど。ほんでやっぱちゃんと国境って整備されててさ、整備っていうかさ、まあ、ここにはねすごく行きづらかった。大きな道なんてないんですよ。 Google マップには示されない道なき道を行って、まあとはいえ舗装された道路がほとんどでしたけど、そうじゃない道路もあった。んで、人に聞いて、4人ぐらい聞いたかな。みんな親切です、とても。さあでもこの後はね使えないんですよ。ロシア語、ウクライナ語使えません。ちゃんと意思疎通できるかな。出国のところにはね英語喋れる人が1人いて、スウェーデン人のおばちゃんがいてよかったですが、綺麗ですね。どこもこんなですよ。さあ、ルーマニア書いてある。いやールーマニア、いやー今ちょうど間を歩いてるんだな。初めての何ですか、徒歩出入国ですよ。いやいやいや、旅ですね。旅してるなと実感。やばい、マジルーマニア語マジ喋れないし、発音は簡単みたいなんですけど、ダメだ、わからなすぎる。ということで、なんかみんな待ってるね。はい、ということでここで、はい、ルーマニア着きました。で、全くわからん。見えるかな、ルーマニア。だ、国章。ということで終了します。